エアノースはオーストラリア連邦ダーウィンのコミューター航空会社。エンブラエルエンブマイ -120 ノーザンテリトリーと西オーストラリアに国内線を展開しているほか、現在では東ティモールやインドネシアにも路線を広げている。ハブ空港はダーウィン国際空港とマニングリダ空港。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。 ダグラス DC-3 エアノースは1978年に設立され、1981年に定期便を就航させるまでの間はチャーター専門の航空会社として運航を開始した。2003年10月、エアノースは南オーストラリア航空を吸収合併するために買収し2004年3月には、 エミュー航空を買収するも、2005年には南オーストラリア航空とエミュー航空の両方を売却し、同年9月には両社とも運航を停止してしまった。また2004年エアノースは、インドネシアの航空会社であるメルパチヌソンタラ、航空と西ティモールのクッパンとダーウィンを結ぶ路線をエンブライル機で開設するという契約に調印した。 現在エアノースはダーウィンにあるキャピティック・リミテッドによるオーストラリアのコミューター航空連合リージェノルリンク・エラインズの主要なメンバーの一社である。このリージェノルリンク・エラインズはオーストラリア国内では最初の航空連合であり、加盟航空会社はそれぞれ独自のブランド名で路線の運行を行っているが、機体の下部にリージェノルリンク・エラインズのロゴが施されている。エアノースの 主な株主は、スコヨーポートグループ、クテック、ジョン・ギャンブルの3社。ダーウィン国際空港に駐機する、エンブラエル170型機、このほかアガイルダイヤモンド鉱山やホーン島などに、チャーター便ンを飛ばしている。ありがとうございます。